はい、皆さんこんにちは、KNN の神田です。ポル神田です。 Google ホーム、じゃんじゃんじゃんという感じで、いやー、やっぱりね、久しぶりにワクワクする新しいカテゴリーね。確かにもう本当に英語版だったらね、ずっと前からあるんでしょうけれども、何よりも日本語ですよ、今日は。うん、Google Home! OK Google! 何ができるんでしょう。さあ、これまずね、慎重に開ける必要があるんですが、あれ、カッターどこ行った？最近ちょっと机を断捨離したおかげで、家中の家財があちらこちらに散在です。ああ、始まった。まずはカッターから探すところからスタート。まず開封の儀はカッター必要です。なぜカッターかというと、箱をきれいに、もしも気に入らなかった場合にはすぐヤフオク、メルカリ行きで、初日に買っておけばもうほとんど同じ値段で、次の方に売ることができたりとかするので、まずは開けたい気分を。まずね、開け方が分かんないよね。開け方が分かんない。ここか、ここだ。下から開けるんだよね。下から開けることになってますね。マジですか、カッターがありませんよ、我が家に。カッターがありませんよ。そうでしょう。まず動画始めたけれども、カッターをさあどこにあると思いますか、皆さん。カッターは、あー、やっぱり日本のコーヒー美味しいな、美味しいな。マジでカッターないの？カッターなければハサミでと思うんですけども、ハサミもないじゃないの。よいしょ、ハサミ見つけた、カッターも見つけた。こんなところにあった。やっぱりね、家の中引っ越しするときはいろいろ日頃の自分のやつを決めて引っ越しをしないとダメですよね。この間にすぐこの後出かけないとダメなんで、携帯も充電しておきましょう。もう全くのね、よし。さあ、こっからお時間頂戴しました。さあ、ここからですよ。うわー、もう本当にこの時だけは本当に男の子になりますよね。男の子になるっていうか、あ、すごい、カッターなくても Google ってすごいです。ほら、ここで赤いところを行けば行けるんですよね。すごい、これはすごい親切な設計。この赤いところね、赤いこのポッチ、これがあるだけで、そう、こういう気遣いは非常に必要ですね。ほら、あるんだけども、ここの赤い、ある赤いのがもう分からなかった。これ分かんなかったですよ。なんだ、あ、ここはいいや、もうカッターできた。あ、ということはカッターもいらなかった。カッターもハサミもいらない。もうすべてじゃーんじゃーん、ストーン。声で便利、 OK Google と言ってから知りたいことややりたいことをお話しください。いいですね、いいですね。さあ、おお、こんな、お、ここだ。ここですよ、皆さん。ここ。おお、来た。あ、なんかね、磁石が入ってます。磁石っぽい。磁石じゃないのかな。おお、じゃーん、来たー。あ、ここにポツポツっとあれ、色がついてると思ってたんですけども、あれ違うんだ。
電気を入れてから動くんですね、多分ね。お、意外とちっちゃい。こんなもんなんだ。もっとどでかいと思ってたんだ。こんなもんですね。こんなもので、あとは内容物はこれなかなかいいですよ。カポカポ、うん、あの結婚式の時によくもらえるお引き出物みたいな感じですね。引き出物じゃないけど、何なんだこの丸いポッチは。これ何、あ、ここに収まるようにできてるんだ、丸いポッチ。 なぜかここも穴が開いてて、これは何か意味があるのかな。こっち なさげですね。でもここには何か丸いポッチ、あ、多分これ AC かな、 AC かな、電源かな、まず Google ホームのインプレッション、パッケージが、見事、パッケージが見事、パッケージが見事。カッター、ハサミがいらない。カッター、ハサミがいらない、カッター、ハサミがいらない。こんなとこはあまりこだわるところじゃないんでしょうけどね。いや、これ大事ですよ。ご利用方法出ましたよ。さあ、みんな一緒に覚えておきましょうね。詳細はこちらから g.co.home.device。 こういう感じの紙が入ってます。こういう感じの紙が入ってます。ご利用方法、電源ケーブルを Google ホームに差し込んでください。1、そして電源アダプターをコンセントに差し込んでください。あ、これで自身が直結ね。スマートフォンかタブレットに Google ホームアプリをダウンロードしてください。ほう、そういうことか。あ、もうそれだけ ?OK。OK Google から始めてみましょう。これはもうあれですね。繋いでからですね。はい、どんなご用ですか?それからスタートだ。なかなかワクワク感が満載ですね。で、パッケージの中は、おお、もう AC コンセント。AC コンセント。ね。これはもうそのまんま。あ、それ、これがさっきの、ちょっと長め。だいたい180、僕の身長ぐらい、175から180ぐらいですね。これを差し込んで、ここだ、ここのさっきのね、さっきの収まってたこのデベソのところに、デベソのところに、デベソになって挟まってたこのところに入れまして、おー、ちょうどぴったりですよ。デベソに収まりました。ぴったりです。で、これを電源、さあ出たよ、電源問題。さあ出たよ、電源問題。うん。どれでいくかな。これ大丈夫かな。これ抜いて大丈夫かな。これ抜いて大丈夫。これダメだな。これ抜いていいかな。まあいいや。これ抜きましょう。抜いた途端何かが一斉に止まりそうで怖いですが。お、いけました。じゃあこちらの箱はまず。デベソを入れて、他なんでしょうね。これね、録画してると何が入ってたかを録画を再生すれば分かるので。で、あとは紙切れしかない。おお、動き出してた。ミス、見てなかった、見てなかった。おお、聞こえました。 Google ホームへようこそ。お、開始するにはスマートフォンまたはタブレットでGoogle ホームアプリをダウンロードしてください。すげえ、なんかいいね、嬉しいね。じゃあ Google ホームアプリをダウンロードしましょう。ちょっと待ちください。そうか、普通わかんないよね。わかんないことないか。普通はダウンロードしますよね。どれでいこうかな。まずね、自分のその端末どれでいこうかなってすっごい思いますね。あ、こっちよりも、うん、iPad でいこう。うん、iPad で、 iPad、 これも便利ですよ、これね。もういいか。今日はこの時間じゃない。うん。
これがあるともう、もうすっごい iPad が快適。これで Apple Store、もちろん Apple 対応でしょうね。この間もここ、ちょっとコントラストで見にくいかもわかんないですけども、ビカビカしてます。早く入れてねって感じですね。この状態です。多分この状態で、この状態でもうね、僕の声聞いて学習してるんですよ。基本的に今日から日本語がうわーっと大量に入って、 AI にかけて、今 AI が日本人のお話の癖とかをね聞いてるはずなんです。ちょっとこれ白飛びしちゃおうかな。これ電気消した方がいい。この方が見やすい。皆さんどうですか。この方が見やすい。なんかピントがね白飛びしますよね。そうか、僕の黒に反応してるのかな。まあいいや。 Google Home、 多分ね iPad アプリはないんでしょうね、多分ね。おー、 iPad もありました。 Google Home もありました。ダウンロードしましょう。そうか、 iPad アプリもあるんだ、いいな、アップをダウンロード。そう、ダウンロードしてる間もねこうやってね、そう、 iPad アプリもあるよん。これもブギーボード今日買ったばっかりだけどもいいっすよ。ほら、このなんていうかな、このネオンサインのようなこの色いいかもしれません。Facebook の人なんかいろいろ聞いてくださいね、インプレッションくださいね。もしくはいいねボタン連打するとかねなんかそんなこと催促してもしょうがないです。もうすぐです、もうすぐです。さあ来るよ、来るよ、来るよ。開封の儀楽しいな。楽しい。ありがとうございます。開く。さあこっから。でもね、わかるかな、僕がこう喋るとここが喋んなくても聞いてんのかな。ずっとなんかね点滅してるんですよ、ここ。ずっと点滅してます、ずっと点滅してます。おー、なんか今準備を待ってるんでしょうね、聞いてる理由というよりも。ホームへようこそ、ホームへようこそ、ホームへようこそ。コンテンツやデバイスをすべて一箇所で使ってみる。あ、そうか、使ってみるが見えなかった。おー、来たよ。で、このアカウントをサービスのカスタマイズに使用します。じゃあいつもの自分の Google アカウントを選んで OK。 あ、キャプチャー撮っとくの忘れた、やっちゃった。デバイスの検出中。なんか言うかな、このお二人の関係どうだろう。結構白飛びだな。Google ホーム2608が見つかりました。そっか、僕のやつはこれ2608なんだ。ここはキャプチャーしました。で、次へ。 Google ホームに接続中。さあどうなるんだ。 Google ホームに接続中です。どうなるんだ。音は聞こえましたか。はいはいはい。これにより正しい Google ホームに接続していることを確認できます。はい。音もっとでかい方がいいんですけどね。ボリュームとかどうなんだったんだろう。意外と、もっとでかいかと思うとそんなものでもないです。これ何に例えられるかな。なんだ、例えるものがないかも。このサイズってなんだろう。これね、例えると、はい。イエティのマイク、 Google ホーム、なんかスターウォーズのなんかね、あれみたいですね、R2D2 に今度の新しい新シリーズのねやつみたいな。あー、しまった、ここにすると見えなくなる。あ、ぶつけちゃう。あれ、これどこから来たんだ。よし。で、
このデバイスの場所の選択、ああどこにあるか、どこにしようかな、メインの、おお、オフィス、キッチン、このデバイスの場所の選択っていう、こういうのが出ますね。場所を選ぶんですね。オフィスにしときましょうかね。ああこれね、 Google がどこでどういう会話をしてるかを聞くんだ。そのためにどこに置いてこの会話をしているんだっていうことを考えると、ここはもうオフィスでもあり、ベッドルームでもあり、ファミリールームでもありますね。まあいいや、じゃあメインベッドルームしようか。屋根の裏とか車庫とか庭とか納屋とか廊下とか部屋を追加とか、面白い。で、Wi-Fi ネットワークの選択、あ、そっか、これが必要ですね。そりゃそうだ。で、Wi-Fi ネットワークを使用しますか。はい。でもこれがもう、あれ？ Wi-Fi パスワードまたいるんだ。そっか。そっかそっか。そうですね、やっぱりね、そりゃそうだ。自分のアプリは設定をするためのアプリなので、こいつ自身が、この子自体が Wi-Fi を握る必要がありますよね、それね。で、弊社の、Wi-Fi は、ウェブサイトの自分のページに、どうしてルーターや Wi-Fi 機器の SSID で検索すると出てくると。なんか、すごいメモしときゃいいじゃんって感じなんですけどね。まあいいや。で、こっちに打ち込むんだ。へえ、あ、そっか。ペアリングしているこれを、Bluetooth なのかな？ここに、自分のパスワードを打ち込みます。少々お待ちを。本当にこのパスワードを打つっていう作業ね。人類無駄なことさせられてますよね。思わず声に出して言いそうになれば、まあ言ったところで大丈夫だと思うんですけど、ダン。パスワードを入力しました。接続。Wi-Fi に接続中。おお、待った。そっか、これぐらい、こうすればコントラストが見えるかな。反応でね。見えてます ?YouTube の方も。おーっと、今度は、これもあれだな、どっちがどう光るかがわかんないですけども、ここが、チカチカ。今度は赤色点滅が、しました。Google ホームは Google アシスタントを利用しています。あなただけの Google が知りたいこと、やりたいことをサポートします。何でも話してみてください。え、もういいの？へぇ。Google パートナー。Google パートナー。サービスとプライバシー。ゲストとアシスタント。これなんだ？まあいいや、次へ。あー、これしまった。これもキャプチャー取らないと。ね。アシスタントが声を認識できるようにする。おー、だんだんこっから醍醐味ですよ。アシスタントはあなたの声を認識し、アカウントの情報に基づいてカスタマイズされた内容、例えばあなたのカレンダーに登録されている予定で応答します。おお、いいね。よく似た声や録音音声に対しても同様に反応し、情報にアクセスし、応答する可能性があります。カスタマイズされた音声内容はアシスタント設定でいつでもオフにできます。僕のね、Siri ね、安倍総理の声の、私、安倍晋三に、はい、よく聞こえませんでしたって反応するんですけど、Hey Siri と全然違うんですけどね。私、安倍晋三って言って Siri がいつも立ち上がっちゃう。使ってみる。まあいいや。行こう。Google ホームがマイクへのアクセスを求めています。はいはいはい。どうぞ。許可します。アシスタントが声を認識できるようにする。OK Google と言ってください。OK Google。ねえ、Google。OK、Google。ねえ、Google。この巣は何なんだ？
OK Google とねえ Google を繰り返すんだ。すみません、お役に立てそうにありません。最初の一発目の音声がそれかよ。おい OK Google、OK Google、 アシスタントが声を認識できるようになりました。こんにちは、今日は満月です。今夜晴れると聞いてもらえればお調べしますよ。今夜晴れる？OK Google、 今夜晴れますか？今夜の新宿は16度、雨でしょう。新宿は現在17度、雨が降っています。おー。何か音楽かけて。あ、ダメか。毎回 OK Google、 音楽かけて。デフォルトの音楽プロバイダが選択されていません。どうやって選択するの？ Google ホームアプリから選択してもう一度試してください。うん、そういうことね。 OK Google、 今何時？あー、一度ポーズしないとダメですね。あ、言えないか。 OK Google、 今何時？時刻は17時55分です。OK Google、 次の予定は？次は今日20時にヘンリーアイナイ十月絵が東京都渋谷区桜岡町16-10であります。おー、十月絵って10月ですよね、それね。 OK Google、 十月というのは10月のことですか？すみません、お役に立てそうにありません。OK Google、 日本語まだ得意じゃないね。すみません、お役に立てそうにありません。 OK Google、 ダンケルクを今から見に行きたいんだけど。すみません、お役に立てそうにありません。そっか、出てきたな。今後さらに頑張ります。 OK Google、 新宿で映画何やってる？東京都新宿区付近で上映中の映画です。ん？何何、見せてくれないんだ、言ってくれないんだ。まあなんとなくこんな感じなんでしょうね。音声認識の完了で、Google のホーム位置、住所を、自分の住所を打ち込むか。次へ、まあいいや。地域、Google プレイミュージックを選んだりとか、Spotify が選べるわけね。リンク済みのサービスから選ぶことができる。スポーツティファイは選べるのかな。そっか、スポーティファイは、無料でついてこないんだ。そうですよね、ダメですよね。はい、 Google ミュージックでいきましょう。あと少しで完了です。ここまでのセットアップ内容を確認できます。まず住所とデバイスとサービスと Wi-Fi まで決まりました。で、Google ホームを使用できるようになりました。あ、そうか、今まで使用できるようになってなかったんだ。これで一応続行。こんにちは、Google アシスタントです。はい。何ができるかを知るには、このまま Google ホームアプリで操作を続行してください。はい。Google アシスタントは OK Google またはねえ Google で反応します。ねえ Google、 すみません、ねえ Google、 音楽をかけて。プレイミュージックのステーション2016ベストヒットソングを再生します。どうぞ。お、
低音いいな。でもちょっとモノラル感が。音ね、あんまり良くないな。低音がすごいじゃん。まだわかんない。ねえ、グーグル、音量もうちょっと上げて。ねえ、グーグル、音量 100%。音量 50%。 すごい。ねえ、グーグル、音量 10%。 おお、音量が大きくても僕の声に反応します。これですね。 OK グーグル、次の曲にかけて、次の曲かけて。ねえ、グーグル、音量 50%。 すごい。ねえ、グーグル、ザ・ビートルズかけて。プレイミュージックからタックスマンを再生します。おう、音量 100%。 ねえ、ねえ、グーグル、ねえ、グーグル、音量 100%。 ドン。すみません、お役に立てそうにありません。今後さらに頑張ります。はい。ねえ、グーグル、音量 100%。 Cause I'm a tax man. Yeah, I'm a tax man. Percent of you. ねえ、グーグル、音量 50%。 Cause I'm a tax man. Yeah, I'm a tax man. すごいな。ねえ、グーグル、音楽止めて。ねえ、グーグル、今日はどんな日？こんばんは、神田さん。おお、時刻は18時2分です。新宿は現在17度、雨が降っています。今夜の新宿は16度、雨でしょう。職場までの経路は現在公共交通機関の場合所要時間は約37分です。リマインダーにトゥードゥーリスト、グラブタクシー、ネタ、シェアハウス6023RM があります。ではどうぞ良い一日を。最新のニュースです。NHK ラジオニュースから今日16時のニュースをお送りします。はい、4時の NHK ニュース。すげえ。アメリカのペンス副大統領は宇宙開発でアメリカが先頭に立つ必要があるとして、月にアメリカの宇宙飛行士を再び送る計画を発表するとともに、火星などへの有人探査に向けた拠点を月に築く方針を明らかにしました。すげえな。アメリカトランプ政権は有人による宇宙探査に力を入れる方針で、そうか、この間は新たに立ち上げた国家宇宙会議の初会合が5日首都ワシントン近郊で開催されました。呼びかけない限りこのグーグルさんは議長を務めるペンス副大統領が演説し、すごい、アメリカのリーダーシップの欠如で他の国が宇宙開発の主導権を握る機会を得たと述べて、サプライズとその前のオバマ政権の宇宙政策を批判するとともに、ロシアと中国がアメリカを脅かす技術の獲得を目指しているとして